どうも、つよぽんさんです。さっきのね、何でしたっけ、練習というかあれで結構手間取ってたんですけど、まあ一応そこを終えてね、次のステップに行きました。 で補給兵の近くで丸ボタンを押すとアイテム補充できます。そうですか。所持してるアイテムは上を押すことで使用できます。また左右で別のアイテムに切り替えることも可能。なるほど。あ、首がもげてんのかと思った。立体起動中はガスが減っていき、なくなると様々な行動に制限がかかります。また敵を攻撃し続けることでブレードも消耗していきます。適切なタイミングでアイテムを使用し、消耗した装備を回復させましょう。モンハンみてえだな。訓練兵、刃とガスはここで補給できるぞ。足りなくなったらすぐにここへ来い。なるほど。トゥー、補給する。なるほど、なるほど。うん、ガスを補給。お、味方が来た。いっぱい来た味方が。本日最後の訓練だ。総合的な巨人討伐技術を見せてもらう。これから目標が複数体出現する。時間内に可能な限り多くの部位を攻撃しろ。よし、他の奴らより早く目標を見つけて部位を片っ端から削いでやるぞ。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね。じゃあ獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。おい、もう操作忘れてる。クリストの邪魔はするんじゃねえぞ。はあ、何言ってんだお前この野郎。ああ、そうか。よっ。まあ、下手なのはね、ご了承を。慣れないんでね、あんまこういうゲーム。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつ。分かってるよ。他の奴らに負けたくもねえしな。立体起動装置うまく使えてるみたいだね。ああ、なんとかな。使えてねえよ。だが、どこ見てんだよ。上手くなってやる。そうだ、上手くなんねえとどうしようも。あれ、いけない。アンカー射出してブーストで、あ、なるほどね。ブーストするときに十字キー押しちゃうから変な方行っちゃうんだね、多分。よっ。ああ、分かった分かった。なるほどね。実戦に近い訓練ができると思うんだけどな。いや、それもそうだけど。でも今回は競争なんだ。お互い頑張ろうぜ。そのうち一個上げる。遠く行こう。トゥーン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 。補給をしよう。助かった。サンキュー。よし、あれ壊そう。アンカー出して近づいて。さ、なるほどね。よし、
ペン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 、よりや。俺はもう立体機動術のコツをつかんだぜ。てめえは指くわえて見てな。うせえな。あ、こういうのいるんだね。おりゃ。エレン、大丈夫？余計なことはすんなよな。お前はお前で全力を尽くせよ。そこまで。トゥン、時間だ。訓練終了。うっ、今回の訓練の最優秀成績者を発表する。ミカサ・カーマン、お前が1位だ。くそ、また俺はミカサに。おのおの、今回の結果を踏まえ、さらに訓練に励め。解散。エレン、立体軌道のコツはつかめたか？なんとかね。いや、対人格闘術ならライナーに負けねえけどな。お前だって兄に投げ飛ばされてただろ。なんならまた投げ飛ばしてあげるよ。兄はいつもクールだな。対人格闘術なんて点数にならねえんだ。どうだっていいさ。何こいつ、そんなに点数が大事かよ。当たり前だろ。憲兵団に志願できるのは成績上位10人だけなんだ。俺たちは真面目に訓練をやり抜いて内地で快適に暮らすんだよ。のう？あ、いや、僕は何のための訓練だと思ってんだ、クズが。なんだと？二人とも落ち着きなよ。お、やるのか。巨人から遠ざかることしか考えてねえ兵士なんている意味ねえだろ。俺は現実を見てるだけだ。お前みてえな死に急ぎ野郎とは違うんだよ。エレン、やめて。あ、この子かわいい。くそ、おいちゃん。お前の志望は調査兵団だったな。ああ、俺は調査兵団に入ってこの世から巨人を駆逐する。その後も第104期訓練兵たちは厳しい訓練を耐え抜き、卒業の日が近づいていった。ああ、これでクリアなんだね。 B、 まあいいんじゃね。なるほど。はい、今回は模擬戦ね。ちょっと前半ぐだっちゃってそれで1個動画終わっちゃったんですけど、今回はまあ後半戦、ん？模擬戦の後半戦をやってみたわけですけども、まあチュートリアルですね。はい、また次の動画でお会いしましょう。つよぽんさんでした。ピロロロロロロロ。